ねえ、最近かなちゃんから隼人君のこと聞かないけど、今どんな感じなの？ああ、そっか。別れちゃったんだ。しかも2週間前。ごめん。まだなんかいけないこと聞いた感じ？あ、違う？そっか。話そうとしてたんだ。ごめんね。なんか先に聞いちゃって。え、マナ？マナは、まあ、最近付き合ったかなって感じ。まあ、最近、いつからなんだろう、あれって。ああ、付き合ったのかわからないのは、実際お互い付き合おうとは言ってないんだけど、いや、でもさ、実際大人になったらさ、付き合おうって言葉がなくても、全然あれじゃん。なんだろう、もう、付き合ってるみたいな。言葉がなくても通じる関係みたいな。マナの場合は、そんな感じが強いかもしれない。だって、私、彼氏が何考えてるかすぐわかるもん。お互いに、なんか、なんて言うんだろう。以心伝心みたいな。そう、そんな感じなんだよね。マナの場合は。ごめん、だから、かなちゃんとちょっと違うかも。なんか、かなちゃんなんかすれ違いみたいなやつ多かったとか言ってたじゃん。私はこう思ってたのに、あやとくんはこう思ってたみたいな。マナはそういう感じのあんまないかな。いつもその人から、いつ空いてる？って来て、マナが連絡返して、それで会いに行く感じかな。そうだよ。いつもはお家デートかな？そうだよ。お家以外は、ないかな？いやでも、マナもお家デート好きだし、向こうもお家デート好きだから、別にそこら辺もそれでよくない？って思ってる。だってわざわざ嫌いなのに外出る必要ないじゃん。まあ、嫌いってわけでもないけど、お家デートの方が楽だし、みたいな感じ。え？ 遊ばれてるわけないじゃん。マナが遊ばれるわけないじゃん。やめてよ。いや、全然。向こうの仕事はなんか、なんだったっけ？なんか言ってたけど忘れちゃった。なんかいろいろやってるっぽい。いや、遊ばれてないよ。やめて。え、マナはさ、ほら、結構、まだ大学生だしさ、向こう社会人なんだけど、なんかバイトシフト制だから、なんか向こうが暇っていう日に、向こうがなんか空きそうだなっていう日に開けてある。マナから日程送ったことはないかな。空いてるとか言わないかも。あ、向こうからいつ空いてるって来てくれるから、その分には返すけど、別にマナから行ったりしないかな。向こう忙しいし。遊ばれてないからやめて。かなちゃん自分が別れたからって。やめてよ、かなちゃんみたいにはなりたくないし。いやもう以心伝心してるから、向こうが何考えてるとかも全部わかってるから、全然大丈夫、そこら辺は。全然。記念日とかはちょっと正直よくわかんないけど、もう付き合ってると思うし。思うてか多分付き合ってる。だって、絶対付き合ってるっていうことしてるし。そう、だから。っていうかさ、さっきから遊ばれてるとかうるさくない？ちょっともう、まだうざい人無理だから帰っていい？本当に。てかさ、今から空いてるって来た。ごめんね。ごめんね、なんかマナだけ幸せ者みたいな感じになっちゃって。ごめん、失礼するね。ごめん、早く行かなきゃ。30分以内に来いって言ってるし。じゃあね、バイバーイ。お疲れ様。次は素敵な人に会えるといいね。マナみたいに。皆さん動画を見てくれてありがとうございました。今日の動画はどうでしたか？よかったらコメント欄で今日の動画の感想とかを書いてくれるとありがたいです。そして私事ではありますが、先日ブランドをオープンしました。インスタグラムでイデアルハミエルで検索してみてね。それでは見てくれてありがとう。バイバイ。